じゃあネクスガードスペクトラと1週間分の薬ね、すみません、また1週間後でよろしいですかね。あ、そうですか。じゃあ、はい、また金曜日でお願いします、はい、どうなってる、寒いから手が薄いで食べ過ぎおやつないじゃん、あんたやらしいね食べ過ぎだわ、こっちの感じでよそれこれはね、カロリー少ないからたくさん食べてもいいよ。あ、こういうの食べるか、あれですか、あのトリーツ、そうそう、メタボリックスリスクのトリーツ、あ、トリーツ食べた、あんた癒やしいね、やっぱり、うん、めっちゃお腹空いてるねいや、もし食べるんだったらこの前持ってかれませんでしたっけ、トリーツ、あ、トリーツ あります、 あれあげたってください。あ、そうです、これあまりガンガン食べるよりもトリーツ食べた方が、そうですね、いやいやいや、これ吐き出しちゃったんだけどちょっとあんたいかん、前吐き出しましたよね。いや、今ちょっと食べて、一つは食べたんですけど勢いに乗ってちょっとこれ少しだけ出してきます。いやいや、今ここへ、あ、出してますか、ここに入れといてください、すいません、割っていただいてやってくださいね、はい、はい、ありがとうございます。いや、なんかいやらしいね、しっかりありがとうございました、はい、すいません、じゃあお願いします。あとね、そうそう、もう一つね、もう一個だけ、はい、クイックルワイパーって言ってるじゃないですか、クイックルワイパー、はいはいはい、あ、掃除するやつ、掃除するやつ、はいはい、あれってさ、乾燥のとウエットのやつ売ってるんですけど、乾燥のやつ、乾燥のやつをね、一個ね、玄関に置いといてもらってね、外から帰ってきたらね、もう体、ワンちゃんの体拭いちゃう、クイックルワイパーで、あ、これで、これで、あ、そうするとこれで細かいの取ってくれるから、アレルゲンとかさ、あ、なるほど、あの、中国から流れてくるような、あ、交差みたいな、そうそうそう、あ、ウエットが取れやすい、取れやすい、あ、これね、参考に持ってください、どうもすみません、あ、こうやって拭くんですね、そうそうそう、あ、なるほど、それやってもらう、それからウエットのものを使った方がいい、最初にウエットのやつでやっちゃうと中に入っていっちゃうから、あ、そうですね、確かにそうですわ、だからそのクイックルワイパーのドライのやつね、ああ、いや、私なんかの時はタオルでパンパンとこうやってるんですけど、うん、そうそう、タオルもいいんだけどタオルよりもパンの方が取れやすいです、やっぱり掃除用だからね、今日買ってこないからね、うん、そう、使ってください、非常にいいですよ、 ありがとうございます、うん、はい、で、あの、まあ使い捨てにしてもらってもいいんだけど、あの、これ試しに私洗って何回か使ってみたんですよね、3、4回洗って使えます。あ、そうです、マスクでもね、あの髪のマスクでも洗って使ってる人があるって言うんですけど、うん、そうそう、だから、ね、それでも洗えますね、そうですね、結構しっかりしてるから、まあ使い捨てでも別に全然悪くないんですけどね、やっぱり使い捨てにしてもね、やっぱり洗うとね、うん、あのあれだから、まあでも、あのドライのクイックワイパー、ね、結構いいですね、すいません、ありがとうございます。それもやってできればやったってくださいね。じゃあ買ってきますので、ホームセンター、はい。ありがとうございました。すいません。